皆さんこんにちは。健康医学院の新細胞と申します。前回はですね、耳・つぼ療法で、花粉症という克服する方法を皆さん紹介しました。今日はですね、ちょっと鼻と手のところのツボの刺激で花粉症を克服する方法です。これは我々臨床で使っている方法で、長年使っている経験で、とても有効な方法で、自分でも使えるし、治療科の方にも参考になると思います。ツボとしてはですね、芸行というツボですね。鼻の横のところ、ここのところね、芸行という、もう一つは鼻通という、ここをですね、この鼻の骨と軟骨の間、ここが2つのツボが、鼻のいろいろ病気を治療するツボで、それから一つは小小という親指のところ、このこちら見るとこっちですね、ここのところ、これは小小というツボ、これを経絡で言えばこの背景のツボです。ここのツボが小小というツボになります。もう一つのツボが合谷、これは皆さんよく聞いたと思う、この万能のツボと言われています。ここに筋肉をちょっとこんな感じで一番高いところですね、これが合谷という、ツボとしては簡単ですけど、使い方、刺激方法ですね、刺激方法はちょっととても大事なこと。まず一番、この芸行と鼻通、これを擦る、これはこんな感じで、30回ぐらい擦ります。自分でやる場合、自分でセルフケアの場合が1日、3回ぐらい、やってください。治療方法としてはですね、一つの綿一つ、なければ、ティッシュでもいいですけど、ここのところ、芸行のところを置いて、これ爪、これね、親指の爪でちょっと強く押さえます。こんな感じですね。他の道具がありましたら、我々使っているこの道具を使いますけど、似てる道具で、一応使ってもいい。ただ皮膚を破れないようにですね、皮膚に対して傷を つけないようにしてください。こんな感じでこの指を爪でグーッと押さえて、押さえる時間がね、ちょっと時間が長く、大体1本ぐらい必要あるかな、押さえると鼻の中がちょっと温かい感じで出てきます。これ出てきたら効果があるということになります。大体1本か1本半ぐらい強く押さえてください。こちらも同じ形でこの 爪ですね、この芸行どころを一回こうと押さえます。これが芸行どころの使い方ですね。少々どころも同じ形で、これも綿あるいはティッシュでこれどころをグーッと押さえる。こんな感じでずーっと押さえて、痛いですけど、ちょっと痛い出るぐらいで、やはり30秒か、1分間ぐらいですね、これ両方を刺激する。合谷は刺激方が一番分かりやすいは、この感じで指をこの上に置いて、これ指を置いてグーパーグーパーグーパー、これがあまり疲れない。これだったらいいですけど、ちょっと指をあれは疲れます。これがね、指をここに置いて、それから手をグーパーグーパー、これこの感じで、約1回は30回あるいは30回ちょっと以上でもいい。この感じで両方に刺激ということで、これだけでもちょっと詰まっている鼻とか、すごい通ります。治療としては1日もちろん1回ぐらいでいいですけど、自分で、やる場合が1日2回ぐらい、特に、季節の前にやっていただければ、季節の時はあまり出ない症状とか出ないですね。もう季節入ってるから、できるだけ1日2回ぐらい、やってください。これが長年間の使っている臨床の経験でいろいろ効果が出てきますから、ぜひ皆さんやってください。
まだ体の体質もとても大事ということで、前私の前 YouTube データ動画の中で免疫上がる方法、これでも花粉症に対して役に立ちますから、皆さん もしよかったら一回見てください。もう一回ツボを言いますよね。これここの場所が下五、ここの場所が三つということで、ここのツボが小小、ここツボが五穀。まあツボとしてはまあ簡単、ただツボどころ強い刺激ということをしてです、特に下五ところを抑えるとこの鼻の中では暖かくなるということは大事です。いわゆる、まあ、鼻の中で、まあ、神経の働くも良くなります。これが、まあ、あとはこすということは鼻の粘膜は、まあ、丈夫になるということですね。だ方法としては悪いか簡単で、まあ、皆さん自分でもやれます。まあまあ、いろいろ、まあ、治療している方にも参考になると思います。まあ、ぜひ皆さんやってみてください。もし、ね、この動画に対して興味がありましたらということを録音してください。まあ、次回でまたいろいろ皆さん紹介します。はい、まあ、それでは次回まだ、さようなら、さようなら、バイバイ。